はい、どうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。スライム。以前からねダイソーさんのこのこういうスライムっていうんですかね、ジェル玩具って、まあ、ここに書いてあるジェル玩具って書いてあるんですけど、なんか結構話題になってたんで、実際こういうスライムってあの子供さんたちはねよく使うと思うんですけどね、まあもうこの年になるとこんなの使うことほぼない。ただ小さい頃にはよく見かけた商品かなと思うんで、スライムって子供の頃には遊んだ記憶はあるんですけど、ダイソーさん行ったらね、もういろんなこういう可愛いね、こんな缶の形したり、こんなお菓子の形、猫だったりと、まあいろんなこういうのが売ってたんで、ちょっといくつか買ってみたんですが、ダイソーさんの商品として結構話題にずっと上ってたんで、どんなものなのかなと思って、まあなんか違いがねまずあるのかどうかもわからなかったんで、まあちょっと気になったらね、パッケージの4種類今回買ってみたんで、まあちょっと開けてね、実際触ってどんなものなのか見ていきたいなと思います。はい、ちょっとこれ横にしてたからね、今上に上がっちゃってるんですけど、こちらのパッケージ、猫のパッケージですね。ぽよぽよジェル猫っていうことで、はい、まずこれちょっと開けてね触ってみたいと思います。どうやって開けるの？なんかいっぱい出てきましたね。おお、なんか、あれですね。箱、いろいろ漏れてる感がすごい。はい。スライムって、もう、これ触っててね、思ったよりは、なんていうんですかね、ベタベタしませんね。一回ちょっと出しますね。はい、こんな感じ。そんなに、ちょっと若干はね、ベタつきありますけど、湿ってるというか、ベタつきというか。でも、こんな感じの商品ですね。はい、ちょっとまあ、これね、紹介も難しいんで、触ってる音ですかね。はい、ちょっと撮ってみたいと思います。はい、こんな感じの、まあね、ぽよぽよジェルっていう商品はこんな感じですね。やっぱね、ちょっとこうこねてると、やっぱね、若干やっぱこの手にベタつきが出てきますね。あの匂いはね、そんな変な匂いはしないですね。特に薬品っぽい匂いがするとかでもなく、あのどっちかって言ったら匂いがないに近いかなとこちらは思います。でこれね、こんだけ伸ばしてみよー伸びますけど、ね、ちぎって、でもこれまたね、こうぐにょぐにょしちゃえば、はい、一つにまとまる。これがまあポニョポニョジェル、この猫のパッケージのやつですね。あの色はね、いろんな種類ありましたんで、まあ、これもまた使い終わったらこうやって元にね、中に入れて蓋をすればいいんでしょうけど、ちょっと蓋にもね結構ついてます。この横とかにね漏れちゃって。はい、まあこれはこれで、よいしょ、閉じておきます。これがぽよぽよジェル猫っていうやつですね。あ、でも結構ね、触っててすぐもうサラサラになってますね、手とか。はい、で他もね、なんか違いがあるのかなんですよね。こっちもぽよぽよジェルアイス、これアイスって色が違うだけか。はい、こちらも開けたらこんな感じです。おお、あ、でもね、さっきのと比べたらちょっと柔らかいかな。こっちはまあまあ、ちょっと柔らかい。なんか、さっきのね、こっちの猫に比べるとね、なんか若干柔らかいのかな。気温は同じとこにずっと置いてたんで、今家に帰ってきてもね、うん、ちょっとね、触った感じがこっちの方が柔らかい気もするな。
簡単にこうやって切れちゃう。じゃあちょっとまた触ってみようかなと思います。はい、まあちょっとねやっぱり最初にこねこね回したんで最初のようにねグラデーションではなくなっちゃいますけどね、最初白とねブルーに分かれてたんですが、まあ混ざっちゃいましたね、やっぱりさすがに。でもちょっとねこのさっきの最初のに比べると若干柔らかい気がしますね。でまあこれも元にちょっと戻して、で次いきますか。この缶のやつ、あ匂いだな、こっちもねそんな匂いないです。はい、で今度こっちこのなんか缶みたいなプチ缶スライム、これの赤を買ってきます。パッケージがイチゴだったんで、ね、どんなものかなと思ってますが、これもちょっと試してみます。この開けの蓋はここみたいですね。かかって、ねじるタイプですね、こっちは。はい、これもね匂いはないです。で、ね、このタイプはどうだ、出てこない。やっと出ました。これもうもろもろになりましたね。こっちの2つとかに比べるとね、もう明らかね指が入らないんで、で出てこない、すぐポロポロ切れちゃって、まあね実際まあこんな感じですね、こちらのは。あでもや、なんだろう、さっきのねポヨポヨジェルっていうこっちに比べると、このプチ缶スライム切れる、すごくなんだろうな、すごいもろもろ切れます。だから伸ばせない、いろいろね、触り心地はね全部一緒なんですよ。結構どれも前の2つとそう変わらないけど、これすごくプチプチ切れますね。だから伸びない、ラメが入ってる感じでね、綺麗は綺麗なんですよね。はい、でもこうすぐこんな感じでね切れちゃう、だからちょっと物足りなさがあるかな、スライムとしてもろもろすぐ切れちゃうんで。一応音ね、まあこんな感じですね。だからこれ戻すのもね大変ですよ、切れちゃう。出すのも苦労しましたけど、まあ、入れるのもちょっと苦労しました。はい、じゃあ最後こっちですね。これはのびのびジェルフレグランスというタイプだそうです。これも蓋ですね。こっちはね、フレグランスという名がついてるだけあって、すごい柑橘系の匂いがすごいする。柑橘系かな？なんか、はい、とにかく匂いがしますね、こっちは。はい、で、また一段と硬い。こちらはね香り付きですね。あとねなんかこう見たらこういう星のね何か入ってます。でこれはね伸びます。多分今までの3つ
に比べて伸びる感じはすごくする。うん、あとあの柔らかい感じというんですかね、なんていうの、ちょっと固めです、こっちの方が。この2つはね、なんか若干似た感じがあったんですけど、こっちの2つに比べると硬い感じ、あの水飴感がすごい、柔らかいって感じがなくてちょっと固めですね、これ。ただすっごい伸びる。さっきのね、この後日が一番伸びなかったんですけど、これすごいです。こうにゃーって伸びます。これもまたちょっと伸ばしたりね、こねくり回してみたいと思います。まあ、こんな感じですね。やっぱちょっと硬いかな、触ってる感じが。伸びるんですけど、ちょっと硬い感じはしますね、このスライム。はい、これもまた戻します。今回ね、4種類を、まあ他にもね、いろんな種類のね、このスライムっていうんですか、ジェル玩具、いろいろ売ってました。どれも100円なんですけど、よく見たらですね、この3つ。ここは全部ダイソーさんの商品なんですね。で、こっちは見たら、マルシン玩具さんっていうところ、発売、まあ、販売がシラハプレーシングというところの商品なんですが、正直触ってみて思ったのは、まあ、これはちょっと硬すぎるというかね、あの、プチプチ切れちゃう。で、スライムとしたら、ちょっと辛いかなと、個人的にね、思います。だからゼリーみたいな感じになってます。だから全然伸びないし、まあこの缶からね、ここから出すのもね、結構苦労しました。プチプチ切れるし。で、この2つは、まあ似たような、まあ同じね、ぽよぽよジェルという名前で、同じネーミングなんですけど、ちょっとね、後ろの裏面見ると、材質がね、若干違うんで、まあその分違いが出てるのかなと思った形ですね。で、こちら、これもね、材質が若干違う部分があるのかな。あと匂いが、こっちは匂いがついてました。これオレンジってなってるから、多分柑橘系の匂いがしたんだろうと思うんですけど、あの強烈な匂いではない。はい。まあそういう違いもありました。あと、こちらは若干伸びる感じはすごいんですけど、固めでした。まあ、触ってて気持ちが良かったのは、最初の、個人的にはこの猫とアイスの形したやつ。うん。このタイプが、まあ、スライムとして触っててね、気持ちが良かったのは、この2つですね。この4つの中だと。まあ、若干ちょっとね、硬いかな。個人的にはちょっと好きじゃない感じでしたね。まだ、これはね、ちょっとゼリーって感じだったんで、あんまりよろしくなかったですけど、はい。まあ、いかがでしょうか。こんなね、何ですかね。触ってて、ストレス発散じゃないけど、まあ、ちょっとこにぐにゃぐにゃ、こねっくり回してね、ぼーっとするには、今いいなと思いました。はい。ちょっとね、触ってて、こう、まあ、こんなにね、指突っ込んで、まあ、こうやってこねこねしてるだけで、ね、ちょっとしたね、ストレス発散じゃないですけど、はい、そんなのにもいいなというふうに感じた商品ですね。スライムね、結構人気があるっぽい感じだったんで、昔から。ね、最近も特によくダイソー行ってもよく見かけるし、結構大きめのコーナーがあったりするんですけど、ね、ちょっと試しにね、いくつか買ってで、久しぶりにスライム触ったら、ちょっと楽しかったです。はい、まあ、ダウンコードも一応ね、ありますけど、はい、まあ、いろんなね、
商品ありますので、はい、まあ、今試した4種類の感想としては、そういう、まあ、ちょっと硬さだったりね、そのあたりに違いがあるかなと思いました。気になる方、これね多分子供さんらがね結構好きだとは思うんですけど、ちょっと久しぶりに触るとね気持ちよくって、あのちょっと楽しかったんで、あのちょっとしたストレス解消じゃないですけど、あの一時期ねあったようにペン回しとかハンドスピナーみたいな指先のね、まあ、ちょっとした遊びというか、はい、ストレス解消にもいかがでしょうか。こちらダイソーさんのね、どこら辺かな、おもちゃコーナーか文具コーナーの近くあたりに置いてました。僕が行ったところではどっちかというとおもちゃコーナーかな、おもちゃコーナーのあたりにあったと思うんで、まあ、あの気になる方はダイソーの方に、まあ、こんなこれ以外にもね本当いろんな種類ありました。ただまあ今触った感じでいくと、このダイソーさんの商品じゃないやつはいまいちだった正直。まあ、なんでこのダイソーさんのね、ダイソーブランドのスライムジェル玩具、これはちょっと面白いというか気持ちよかったんで、興味がある方は一度ちょっと試してみてはいかがでしょうか。全て100円なんで、あの色とかもね自分の好みに合った色いろいろありますので、探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。